こんにちは、こんばんは、おはようございます。おっとりエディターです。いつもおっとりや動画をご覧いただきありがとうございます。本日も素敵なギターのご紹介をさせていただきたいと思います。本日ご紹介させていただくのはこちら、 KYD JY45 というモデルになります。はい、こちらですね、まあ名の通りですね、ヤイリさんのですね J45 モデルとなっております。はい、ただですね、こちらナチュラルカラーで、このラージピックガードということで、どちらかというと J45 より J50 の方がルックス的には近いのかなと思いますね。はい、では早速スペックの方をご紹介させていただきます。トップの方がスプルース、サイドバックの方、こちらマホガニーのオール単板になっております。そしてネックの方もマホガニー、シバンブリッジの方はローズウッドとなっております。はい、でヘッドの方ですね、こういった形でシンプルな K ヤリのロゴが入っているような、そんなシンプルなルックスとなっております。はい、コンディションの方なんですけども、こちら2006年製となっておりまして、全体的にですね大きな傷ですとか打痕の方ございません。ただですね、こちら分かりますでしょうか。こちらにですね、あのピッキングによるですね木部の削れというのが若干あったんですけども、こちらの方はですね、あの出品前にメンテナンスをですね、ヤエリさんの工房の方でしておりまして、こちらリタッチの方がしてあります。ですので、よく見ればわかるんですけども、遠く離れるとほとんど目立たない、そんな感じです。はい。全体的にいい状態だと思います。はい。ではですね、早速、サウンドのご紹介なんですけども、素晴らしいです。まあ、J45 の音色というのももちろん素晴らしいんですけども、この和製 J45、 このヤギさんが作った J45 っていうサウンドはですね、別格でございます。また、はい、元祖 J45 とはまた違うサウンドになっておりますので、ぜひそのあたりもですね、まずは聴いていただければと思います。ありがとうございます。いかがでしょうか、この素晴らしいサウンド。これはまさしくですね、このヤイリさんのサウンドということで、オリジナルのですね J45 とはまた違うサウンドじゃないかなと思います。この低音からですね、このシャーンとしたこの中高音、非常にバランスが取れてですね、素晴らしいです。この音の抜けもですね抜群に良くてですね、このレスポンスがいいので、弾いててすごく気持ちいいですね。一音一音の玉粒がはっきりしておりますので、これはもうガチャガチャですね、もう歯切れがいいコードストロークからですね、この繊細な
とアルペジオを交えたようなこのピックでのですね演奏でもすごく重宝する、そんなギターじゃないかなと思います。非常に素晴らしいです。では指弾きの方もしてみたいと思います。ありがとうございます。もうこの繊細なアルペジオもですね綺麗に一音一音奏でてくれる、そんなモデルでございます。はい、ありがとうございます。はい、という感じでこの和製 J45 いかがでしょうか。もうこのさすがメイドインジャパンらしいですね。ヤイリーさんが作ったこの最なんていうんですかね、この繊細なサウンド、このパワフル感もありながら繊細なサウンドも兼ね備えたこのモデルというのは非常に素晴らしいだなモデルだなと思います。はい、この JY45 ですけども、オール単板モデルということで、新品の定価もですね現在では19万円というふうになっております。これかなりお買い得じゃないかなと思いますので、ぜひですねお探しだった方はですねこれを機会にご検討していただければと思います。はい、このギターのですね詳細についてはこのページの欄外にあります J ギターのリンクが貼ってありますので、そちらの方からご確認していただければと思います。ということで本日は K ヤイリ JY45 をご紹介させていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。おっとりやギターでした。